ッケー。おいー、お疲れさーお疲れさまお疲れさま長かったわ。ねえ、めっちゃ時間かかったね。またこの時間だよ。よっしゃ、片付けようか。あれ、エリー、俺カッパ、カッパどこやったっけ？あっちにある。あ、向こうか。うん、後で。何しようか。かわいい、これ。かわいい。かわいいよね。うん、黒のさ、タイトワンピ買ってみた。ねえ、それ、今日それで寝る。寝巻き的な。うん、寝ないよ。寝るわけないじゃん。着たかったね、これ。え？着たかった。あ、そう。うん。ラフォーレってどこの？原宿。いつも向こう向いてるからさ。よし、どっか行くの？ん？何？どっか行くの？うん。この時間から？電車ねえだろ。うん、もうないね。何しに行くの？この時間から行くの？そうだよ。元気だな。新宿行く、新宿。なんで言ったらごまかしたの？いや、ごまかしてないよ。誰で行くの？一人で。え？ここからじゃなくて、うん、新宿で合流するの？そう。誰と？友達。この時間から？うん。そんなに気合い入れる人なの？そんなに気合い入れる人なの？え？そんなに気合い入れる人なの？いや、気合いっていうか、可愛く言いたいじゃんっていうだけだよ。それで？見た時間から？うん。絶対それあれじゃん。何？お泊り。あれのやつ。お泊りじゃないよ。どこに泊まるの？ってどこどこ泊まれるっしょ。帰ってくるよ。どこに？ここに。誰？友達だって。てぃちゃん知らない人。男？うん。なんでそんなごまかすの？いや、なんでそんな気になってんの？どうしたの？いや、別にこの時間から行くってなんか、いつも何も聞いてこないじゃん。え？いつも別に聞いてこないでしょ。何に？私に。どこで遊ぶの？聞いてこないじゃん、別に。聞いてこない。誰と遊んでんの？とか。だってもこの時間であれじゃん。この時間はもう絶対それじゃんっていう時間じゃん。それって何？それって何？いや、もう今日はもう黙って家にいときな。いや、もうだって待ってるし。待ってる？うん。迎えに行くの？え、違う違う、だから新宿で待ち合わせしてるから、待ってるねって来たから、楽しみって。別によくない？何が？そうじゃなくて、だって今日もうあれじゃん、だって、だってこの時間に出てったら、だって絶対そうじゃん。だからそうって何？絶対そうじゃん。そうって何？そうって何？ほら、ミロもそうだって。ん？ミロもそうだって。いいって。何か？いいって。え、ほんまに行くの？いや、行くよ。なんか準備してんじゃん。
っていつももっと早いじゃん。で、だんだんかんだ帰ってくる時間なんか分かった状態で行ってない？確かに久々かも、この時間からでしょ。でも知らないもん。うん、久々だね。だってこの時間に出るって言ったらもうそれ以外なくない？それ以外って何？絶対泊まってくるっしょ。泊まんないよ。セフレ的なか。いや、いないよそんな人。じゃあガチなの？いや、ガチとかじゃなくて友達だって。でもこの時間は初めてだね、誘われたの。でも今日は断れない、うん、どこ集合にしたの？新宿のどこ？お店は何系？バー？居酒屋？無理。何が無理？俺も一緒に行く。どこに？そこ。いや無理だよ、それは無理。なんで？なんで店長来るの？行くよ。だってその人の方は店長のこと知らないし。うん、これから知れるじゃん。え、いいよ知らなくて、二人で会うよ。髪巻くから。巻く髪ないでしょ。まあ、長さがあると思うんだよ。こんなもんでいこう。え、なんで誰とでいこう。だからいいじゃん、ね、誰でも。よくない。なんで今日そんな聞いてくんの？だから珍しいから、だって。うん、珍しいけど。いいじゃん、コーヒーだってあるよ。コーヒー？こういう日だって。こういう日だってある。何、いつまで可愛くして。可愛い？可愛い。あ、本当？これいける？ダルいってやめとき。これ可愛い？可愛い可愛い。いける？でもダルい。ない。え、この服変じゃない？変。変？変だからもうやめとき。なんで変？どう変の？今日調子悪いよ顔の。顔面の調子悪い。ね、さっき可愛い。ザコ。ねえ。マジブスだからやめとこいよ。さっき可愛いって言ったじゃん。明日の昼に出てけ、明日の昼。なんで今から？だから今絶対この格好してその短さで行くっつったら絶対そうじゃん。短さって何？スカート。スカート履くよ別に。そこだけじゃないけどさ、いいってもうだるいってもう。怒ってんの？別に怒っちゃないけど、絶対そうじゃんみたいな。絶対そう。うん。男の人？うん。とそういう感じになるって？うん、過去にはその人とやったことは？ないよ。これから可能性は結構いい感じなの？どういう男の人なの？まあいい、最近仲良くいいかな、連絡よく取る。かっこいいな。うん。社長さん？経営者、お金を持ってる人？まあ。優しい人？まあ。ちょっとなんかそういうさ、うん、いいじゃん。いるじゃん。大体。ねえ、ほらもう行くから起きて。だって出たらあれや、行くやん。行くっても。行っても誰なんでそのままなの？まあ、一旦起きて。別に起きる分には変わらないけど、俺ここから動く意思はない。じゃあいいよ、一回起き上がって、じゃあ私も行くからさ、ね、だからもう日に明日でいいじゃん。昼間から行けよ。そんな嫌だ？嫌だ。愛しくない？愛しくない。だって誰なの？誰なのつうのも知らないんだろうけど。めっちゃドッキリでした。何用のドッキリこれ？私が深夜におめかしして、あたがも男と会うっていう行動したら、ていちゃんはどんな反応するのかっていうドッキリでした。モニタリングです。いるこれ？いる。めっちゃ嫉妬してるよね。面白いこれ。ほら、ね、見ろ、めっちゃ嫉妬してるよね。社長も今回これ仕掛け人だったの？みんな知ってる。みんな知ってんの？おだるいってかわいい、ていちゃんかわいい、嫉妬したの。これ編集すんの？これ出すの YouTube に、うん、うん。だからわざと着替えたの？動けないよ、こんな時間。俺インスタライブで毎回さ、俺別に嫉妬とかしないから、もう彼女もう最終的に俺の方に帰ってきたら俺それでいいんだってこと、俺散々言ったのに、これ、うん、これ出すの？出すよ。もう疑問クソ疑問言って。これボスだろ。いや、めっちゃ嫉妬してたね。いや、キモいって。かわいい。キモいって。それがあるんだ。どこ
こも行かないよ。ここに出てくる。いやだやだいや見ろ